皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も暗号仕掛けの世界で遊んでいきます。さあ最初は動物村の門の鍵が何者かに盗まれた。鍵を持っているのは誰だと。動物村の門の鍵、猿、虎、うさぎちゃん。動物村の門の鍵、門の鍵、あ、モンキーってことですか。ってこと？ちょっと待ってください。お猿さん、猿を英語にするとモンキーで、門のキーだから持っていると。なるほどですね。さあ9389を選んで履いてこい。選ぶのはどれと。草役9393ハックシューズ93ん9389ハック89。漢字直すんですかね。草野球ってことはシューズですか。どういうことですか。絵があるんですか。ん、草野球、野球、野球ですけど、草野球、草履。さあ正解してましたけど、何ですかね。あ、草履くだった草履くだから、あ、草履ってことですか。なぜか当たりましたね。イラストの中から答えを探すと8、口7なんですかね。7、漢字で書くんですかね。8、口、下が口 ?7? なんか同じ文字が入るってことですか。四角が共通で。七草、草口、八時、七時、時口、時口。何でしょう。何か刀だと八型、七刀、刀口、扇風機、将棋、八将棋、爪将棋、将棋。違いますか。じゃヒント見ましょうか。ヒント、ひらがなを漢字にしてハテナと組み合わせると。ハテナと組み合わせる。ハテナ、ハロ、ハロロ、ナロ、ナロ。え、何ですかね。漢字はしましたけど、口、な、なから始まる文字なんかありますか。クッション、畳、刀、掛け軸。何ですかね。刀。さあ、当たりました。何でか分かんないけど。あ、そういう意味ですか。漢字の組み合わせができるってことですか。ふんと、切ると、メスっていう。ああ、なるほどですね。すごいですね。あ、このステージ5問までありますね。今4問目ですけど。私は 9×9 の世界で一番偉いと。19人の部下と一緒に口ひげをつけたと。私の偽物を戦っている私は誰だと。9×9 の世界。ああ、そういうことですか。王様ってことですか。将棋盤ってことですか。お、来ました。将棋のことと。私も将棋少しお遊びしますけど。いやー、お強い方が勝てないですよね、将棋。さあ、猿、草履、刀、王、秀吉なんですかね。そうですね、もともと猿ってなんか呼ばれてたんでしたっけ。刀狩りでよ。あー、懐かしいですね。さあ、次のステージですね。11、9、2がありで、これはなんかいつもの50音ですね。必ずなんか出ますよね。だから、赤、さ、た、な、はまやらは、なんかもう50音表を書いて、いつも見てた方がいいですかね。6、7、8、9、10で割り振って、7、4は、
まだから、ま行だから、まみむめ、めで、え、1の 11? あ、うんってことですか。で、41がたですか。めんた、12は、多分明太子ですか。12、あ、そうですね、多分明太子ですね、おそらく。福岡が誇る明太子、どこにありますか。明太子、いちご、飴、これ明太子、え、シャーベットじゃない、明太子ですね。あ、明太子だ、よく見たら明太子。そうですね、50音表ですね。ベイクで学だと薬学、ベイクは薬だからですか。日本語にするとベイトは松だから松明、ハブはもつだからもつ鍋ですか。いいですね、福岡ですね、鍋も有名です。水炊きが有名ですかね、確か。そうですね、ハブはもつだからもつ鍋と、ハーバーキックカットですね、懐かしい。53ゴミ、29肉って、15イチゴでしょ。どう考えても。さあ、アマオですね。いやー、この前なんすかね、タウンシップさんの時にアマオさんのお話させていただきましたけど、いや、その時私アマオって一文字ずつ文字から取ってるんですけど、アが甘い、確か甘いで、イが、あ、違う、イは出てなかった、あ、アマオだからマですね。マは丸いですか。で、オが大きいで、うが、うまい、うまいでしたっけ。あ、ちょっと自信なくなっちゃった。TAIYO が太陽。あー、ローマ字にしてるってことですかね。G は GEN。NKAN。グラタン？ん？グルン、グルンカン、グルンカン、ちょっと待ってください。G ってあれですよね、J じゃないですよね。G って G、あれですよね。G ちゃんの G ですよね。ABCD、E。E で N。ゲン、K。AN。ゲンケン？なんですか、玄関って。玄関ですか。お、正解ですね。あ、A は普通の A だ、そうすれば E って書いてある。玄関ですね。さあ、ラスト問題いきましょう。え、明太子、もつ鍋、いちご、玄関に関連するのは、福岡。福岡じゃない。え、関連する何か。明太子、もつ鍋、いちご、玄関に何か共通するワードがかかるってことですか。明太子、辛い、もつ鍋、美味しい、いちご、甘い、玄関、開ける。ん？何ですかね。明太子食べる、もつ鍋食べる、いちご食べる、玄関食べる。あ、食べる食べない。どういうこと。あ、福岡、福岡、当たった当たった。あ、本当に福岡県なの。アジアの玄関口。あー、結構無理やり感じますけど。あ、そうだったんですね。明太子、いちご、福岡の名産品、あまおう、明太子、もつ鍋も、あ、もつ鍋もですかね。水炊きだけじゃなくて。もつ鍋も有名なんですよ、福岡。そうなんですね。朝鮮半島やアジア大陸に近いというアジアの玄関口。あ、素晴らしいですね。ぜひ皆さんですね、福岡楽しいですので、なるほどくんの福岡ぜひ遊びに来てください。ということでですね、今回の動画以上させていただきます。他にもですね、たくさんゲーム実況をお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。さあ、ステージ新しくなったらもう次から5問ずつなんですね。次の問題も5問ですね。ちょっと難しそうですね。いやー、次の日また出てきますから、ぜひご覧ください。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。